ショータイム二等兵の友人屋で す, いい 体, 調です体調でございます、はい、今日はですね、うん、こちらカーシー博士のセルフヘルプ術、はい、プリーズアンダースタンドミーと、うん、理解してよ、うん、理解しましょう、はいはい、で一通りタイプ診断をやり、うん、4つの気質があるよっていう話をして、うん、で細かく16のタイプに分かれますっていう動画をこれまでに撮ってきました、うん、ではじゃあそんなタイプが、例えば職場で、例えば恋愛のシーンでみたいなところに入っていければなと、はい、で今日は職場、職場どんな感じでこの気質が出るかっていうところの紹介で、はいはいはい、簡単にこの気質について、お話しさせていただくと、はい、ギリシャの4つの神で気質を分けましたよっていうのを紹介したんですが、この本書ではギリシャ神話に出てくる有名な4つの神に例えて気質の説明をしますと、はい、その4つの神とは1太陽の熱と美の神アポロ、アポロ、酒の神ディオニソス、まあ、別名バッカスですね、はい、で人間に火を与えたプロメテウス、そしてその弟でパンドラの夫エピメテウスだと、はいはい、ミキティですね、ミキティですね、みんながそれぞれこうタイトルコールというか、燃える闘魂アントニオ猪木とかちゃんとあるのに、一人だけ弟弟で誰々の夫みたいなっていう話をまあライブでもやったんですけど ね、はい、でまあ、神話ではアポロは人に精神を与え、ディオニソスは喜びを教え、プロメテウスは科学を伝授し、エピメテウスは義務感を伝えるように任命されたとあります、まあ、僕このギリシャ神話いろいろ何冊か読んだんですけど、エピメテウスはそんなとこ出てきませんでしたけどね、義務感を伝えるように任命されたとか、でもまあ細かく読んでいくとあるのかもしれないですね、まあそう、こんな簡単の本には出てこないのかもしれませんけど、まあ作ったかもしれないですけどね、あとあとね、こっちの人が、ああなるほど、この義務感というところを要は伝えたいわけじゃないですか、はいはい、でそれっぽい神様どれだろうな、なるほどでその4つの気質の分類としては、うん、ユングの類型学をこの気質論に合わせて考えてみると、うん、次のようになると、うんうん、ユングが直感 N 型と呼んだタイプは、うん、アポロの霊性、かっこ自己実現、またはプロメテウスの科学、力を選択すると、で感覚 S 型はディオニソスの喜び、行動の自由で、あるいはエピメテウスの義務、かっこ社会的地位を選択する、でそれぞれのそれに他の要素、思考感情認知判断が加わると、同じ N や S でも違うタイプに分かれるよと、それがその NT 直感の思考がプロメテウス、直感の、感覚がアポロで、 S 型の P 判断認知ですね、 P 認知がディオニソス、選択肢はより多い方がいいで、 SJ 判断決めたいんだと、早く決めてそれをやるんだっていうエピメテウス、NF、NT、SP、SJ に分かれるように、でこの本ではその職場のシーンとかでもこの NF、NT、SP、SJ に分けて考えられますよっていう話をしています。そこで SP、SJ、NT、NF がの方々がそれぞれ職場で自分が不愉快になる、職場で不愉快、自分が不愉快になる原因と、周りがこのあなたに対して甘い、周りを不愉快にさせる、不愉快にさせてる原因っていうのがタイプに分かれてますなんて紹介がされています、
で、まずじゃあ、この SP 型が自分が不快になる原因としては、SP は、ディオニソスですね。ディオニソス。酒の神バッカス。はい。S ですからね。はい。うん、S。S。S の P。うん、S の P。はい。S の P って何やった話ですね。感覚、うん。感覚で認知の人。は、SP 型は仕事の仕方をあれこれ言われるのを嫌いますと。自分のやり方でやりたい。標準的な作業手順をでやれってやれるのは我慢ができないと思っている。逆にそんな SP 型が周りを不愉快にさせている原因としては、 SP 型はまあ同じこと言ってますね。同一事項に従わない。でそれを他人に伝えるのを怠る。要は違うやり方でやるよって一言でも言えば、勝手に好きなようにやってるっていうことに人をいろいろさせて、でまたこの細かい点について不注意であるっていうことも怒らせる原因だよと。それほど大したことでもないのに準備が必要っていう時に準備ができてないとか、そこまでしなくてもいいっていうことをやってるとか、とにかくその予期してない行動をしがちで、時には約束もなしに他人のために勝手にセッティングとかして、いやいやお願いしてないよみたいなことをしがちですよと。で、次は SJ 型エピメテウスですね。私 ESFJ 残念なエピメテウスでございますと。残念じゃない、残念じゃない、はい、あの失礼ですからね。仲間がいっぱいいるんだった。すいません。SJ 型が自分が不快になる原因としては、まあ、SP 型とどうしてもその、結構対照的なんですよね。標準的な作業を守らない人を見るとイライラする。だから、はい、ディオニソスにイラッとするわけですよね。守れよ。守れよ。はい。で、秩序を重んじるので、規則や取り決めに従わない人を理解できない、なんで例えばこの NT 型、はいはい、プロメテウスが、いやこっちの方がやり方早いですよ、マニュアルはそうかもしれませんけど、こっちの方が早くて便利なんです、iPhone なんです、 iPhone なんですっていうのはあ、僕がいや昔あったなと思って、いやガラケーで十分じゃん、電話でしょ、こっちの方が便利、安くて便利なんだよ、でもだからプロメテウスが、いや iPhone の方が絶対便利だからこっちにするべきだ、会社の電話は、ちょっと高いけど、いやこれまでガラケーで十分だったんだ、っていうことがあったりするのかなって思いました。または締め切りを守ることに忠実で、締め切りが守られないと不愉快になる、まあなんとなくわかります。僕は自分はちょっと締め切りを守れなかったりするんですけど、自分が決めた締め切りを守らないやつは腹立ちます。まあでもそういうところはありますよね。はい、で逆にこの SJ 型が周りを不愉快にさせる原因としては、SJ 型は頻繁に悲観的な意見を発する。前向きに話せない。と周りは不快になる。でまたこの SJ 型は皮肉、鋭い批判、時には冷笑で人を傷つけてしまう、あちょっとわかる。または最も生産的な人だけを評価して、他の人の小さな貢献には気づかない、微笑んだり笑ったりすることがめったになく、心配や疲労感を人に伝えるっていうことで不快にさせる。気をつけましょうねっていうことですね。まあそうですね、はい、そういうことで人を不愉快にさせてますよっていう。そうですね、で、NF 型、体調そうですね、 NF 型、はい、直感でフィーリング、フィーリングアポロですと、NF 型はこのじゃあ自分が不快になるとき、NF 型が、NF 型は自分が単に
仕事か会社の一部に過ぎないかのように、非個人的に扱われることで腹が立つ、制服に縛られることを望まないだけでなく、制服の陰に隠れることも非常に嫌う、自分がやったことはあくまで個人の行動であり、会社やバッジ命令によってなされたわけではないと感じている。分かる気がします。ああですか。僕なんか個人ってなんかよく言ってる気がするんですよね。はい、確かに。それってなんか僕の選択でしょみたいな。なるほど、でそこを制限されるというか、そうなんですかね、ルールだからいいじゃないですかじゃないんですね。まあルールに従うのも僕の選択なんですよ。あ、ルールだからじゃないんですね。ルールだからじゃないっていう。なるほど、面白いですね、でこれがじゃあこの人がどうやって周りを不愉快にさせるか、NF 型が人を不快にする原因の一つは、自分のお気に入りを作り、特定の一人に夢中になったりするが、説明もなしに翌日には別の人に乗り換えたりすることだまた理性的であるべき場面で感情的な部分にこだわること、またわざと弱い側に味方してそこに居合わせる人が冷酷で非人情的だとほのめかしたりする、さらには望まれても必要とされてもないのに手を貸そうとするおせっかい者として嫌われることもある。まあ分かんないですね。なんかまあそうなのかもしれない。あの、ちょっと気まぐれ？あ、気まぐれはあるかもしれない。的な、あの映画でアリオンっていう、あの安彦さん、あのガンダムの、が書いた、監督したギリシャ神話のアリオンっていうのがあるんですけど、そこにあのアポロっていうのが出てくるんです、神のアポロが、こんな感じです。気まぐれで、あのあなたのことが好きっていう人には行かない、あでも行きません、あなたは私に来るべきなのよ、僕はそうじゃないんです、そこを決めるのは僕です、ね、僕です、そう僕はこっちがいいんですって、っていう、で、NT 型が自分が不快になるシーンとしては、NT 型は非論理的なことや理論や原則に合わないことをしろと言われるのを嫌う、このタイプは最小の努力で最大の効果を上げることを主張し、規則や伝統偏見によって邪魔されることが嫌、ルールだからやれよ、ガラケーを使うのがルールなんだよ、ってまあでもそれも僕分かりますね、 NT 型、でこの NT 型が、周りを不快にさせるところとしては、まあこの NT 型も SJ と同じ皮肉、冷笑で他人を傷つけることがあるが、これは他人の能力や理解力に疑いを持っている。バカだこいつは、こんなことも分かんないんだ、何も考えずルールに従いやがって、バカだこいつはで言いそう言うで態度に出す出すのが伝わるこいつバカにしやがってバカにしてんのみたいな感じですよね。でまたは他人にとっては問題にもならないような細かい部分を強調しすぎて問題の焦点を見失わせてしまい、人をいろいろさせイライラさせているかもしれないと。 NT 型は見えっ張りや知ったかぶりと思わせるような言葉遣いをすることもある。なんかこっちの難しいルールを覚えれば5分短縮できるんです。だったらもうそれを覚える前にこれやった方が早くねまあそのあこれはまあまあバランスではあると思うんですけど、いやその細かい部分を強調するっていうのがちょっと今見えた気がしたので、SJ がバカなこと言いましたかね僕のことをバカだと思ってますかね。いや、分かんないです、はい、っていうところですよね、 SJ っぽいところ僕のこと皮肉なるほど、
それってお前バカだって思ってんだろうっていうバカにしてる感じですよね、っていう、うん、コーナーをまたこれから、うん、はいはい、進めていきたいと思ってます、はいはい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。